ロバート・ジェミソン・バンデグラフ・バンデグラフ機電機。ロバート・ジェミソン・バンデグラフはアメリカの物理学者。1929年に静電発電機の一種であるバンデグラフ機電機を発明したとして名高い。アラバマ州タスカルーサに生まれ、アラバマ大学で工学を学び、1922年に学士号を取得して1923年に修士号を取得した。その後は、 ヨーロッパにわたり、ソルボンヌ大学、オックスフォード大学にて、物理学を学んだ。なお、ソルボンヌ大学では、ポーランド立憲王国の物理学者、科学者であるマリキュリーの講義を1925年に、聞き、物理学の関心を高めた。また、オックスフォード大学では、高圧送電の技術を研究して、高電圧を発生させる装置に関心を持つようになり、 1926年に2回目の学士号を取得し、1928年に PhD を取得した。1929年、プリンストン大学にて特別研究員を務めている時に8万ボルトの電圧を生み出せる耐電ベルト式、静電気電気を製作した。1931年には、 マサチューセッツ工科大学に移り、本格的な開発を行って700万ボルトを発生させることができていた。1934年までマサチューセッツ工科大学の研究員を務め、その後は1960年までマサチューセッツ工科大学の准教授を務めた。1935年、バンデグラフ機電機の開発特許を得た。1936年には、 エリウッド・クレッソン・メダル。1965年には、静電加速器の開発で、アメリカ物理学会より、トム・ W ・ブーボナー原子核物理学賞を受賞。1967年1月16日に、マサチューセッツ州のボストンで死去した。日本語の表記では、ファンデグラーフ、ファンデグラフ、バンデグラーフ、バンデグラフ、 バンデグラーフとも表す。バンドグラーフヤフー百科辞典、日本大百科全書、2012年12月29日、閲覧。1935年2月12日、パテントグランテッドフォーファンデグラフゼネレーター。APS ニュース。ありがとうございます。